バイキングの土田さんはあまり感情がないように見えるのですが、眠いですか？あ、もちろん眠い時ももちろん正直ありますけれどもね。なんかそのバイキングっていう番組のコメンテーターの仕事って今はなってるんですけど、実は僕そのバイキングっていう番組にオファーもらって入った時ってもっとポップな楽しい番組だったんですよ、うん、あ、そうなんですか。なんか割といつもギスギスしたなんか強気発言がネットニュースになるみたいなそういう番組のイメージだったんですけど、いや、なんか普通にだと俺沖縄ロケ行ったりとか北海道の札幌ロケ行ったりとか、俺の行きつけのラーメン屋さんを紹介するコーナーやったりとか、そういう番組だったんですけど、へー、あんま数字がよく、そんな細かしたものだったんですね。そうそうそう、笑っていいともの後番組でそういう感じだったんですけど、なんか視聴率がそれであんま取れないのがあって、多分ああいう番組にした時に多分数字良かったかなんかでちょっとずつそうなってって、だから僕も別に知らない間にそういう感じになっちゃってたから、